全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い1頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、外から押して17番アルコイリス、9番ポルトノートギウ、内から追い上げる。1番イーユグレード、好位をキープ。1番人気4番インパストミュー、この位置各馬1コーナーに入っていきます。外を抑えて14番スタシェリタ、8馬身相手6番ブルークグリーン、これを見るように外側8番モッコスハート、内から7番メガンテ、10番フルコンボ、この辺りが中断。1馬身相手13番メロディシリウス、後ろに16番モコフェリ、これからバックストレッチに向かいます。内抑えて12番ライジットフラワー、そのうち5番リカクイーンミルク、外から15番ブライトアーク、 1000m の通過タイムは1分0秒7、外から11番アルタイルスーツ、その外18番ミソラワンダー、3番オーロラエリア、2番メガデスサード、後方先頭から最後方まで10馬身以上。先頭変わってイーユグレーブ、後ろに17番アルコイリス、4番インパストミュー、好位をキープ。14番スタシェリタ、そのうち9番ポルトドートウィユ、8馬身相手6番ブルークグリーン、18頭大ケヤキの向こうを通過。外から8番モッコスハート、その外10番フルコンボ、7番メガンテ、この辺りが中断。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、若干リードはイーユグレード、先頭イーユグレード、400を切って先頭イーユグレード、そしてアルコイリス、イーユグレード粘っている。先頭はイーユグレード、残り200を切りました。逃げる逃げるイーユグレード、イーユグレード、アルコイリス、イーユグレード頑張っている。イーユグレード、イーユグレード逃げ切ってゴール。勝ったのはイーユグレード、鞍上は海老名正義騎手。イーユグレードブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着アルコイリス、その後3着インパストミュー、